長のケチケチンボ。俺は確かにドケチだ。その通り。自分を二の次にして人を優遇する趣味には興味がないの。冷たい人間なんだよね。お姉ちゃん、ファイトだよ、頑張れ。レベソー、すごくレベルが下がってきた。バカ、店長のバカ。バカって言ったら、言った方がバカなんだぞ。大バカ、スーパーバカ、超大バカ、ウルトラスーパーバカ、超めちゃくちゃ大バカ、ウルトラスーパーハードバカ。いや、そんなことはないよ。とても適切に処置してるよ。ねえ、ものすごく意地悪なの。ねえ、ネオちゃんがものすごくいじめられっ子なの。いいの。今はお子様の試合の時間なんだから。ないってこと？違うよ。高校生にこの店で働いてほしくないだけだよ。どうして？やっぱり私のこと過小評価してるんでしょ。だからバイトさせてくれないんだ。ダメ、絶対ダメ。いやだ。それで？いいよ、やっても。その代わり、ショーゴが負けたら、そうだな、何がいいかな。ショーゴの大事なものをもらおう。よし、じゃあ、そういうことで。まだ結果が出てないし、どっちがどっちにかけるかも決めてないよ。ショウゴくんが審査の方。いいけど、不利じゃない？シン、今日バイトだったらどうするの？
する？そういうことで決まり。俺はマグロね。やったー！まだ結果が出てないって。ナマステ！あ、皆さん、今日もお揃いですね。やだあれ？どうしたの？すっごいリアクションが両極端だけど。
承知。ああ、用事って秘密の給与ってなんすか。言うなよ。ああ、なんかまずかったっす。先にルールを変更したのは正午だったね。ごめんなさい。俺はその正午のやり方に乗っただけだよ。どっちにしろこっちの勝ちなんだから問題ないはずでしょ。悪いことすると、いや、いいことすると気分がいいよな。何浮かれてるんだ。遺跡？全然全く聞きたくない。こんな話だろ。そうだ、こんなこともあったよ。田舎の小さな村でさ、水道はもちろん井戸もない。毎日毎日そこの人たちは何時間もかかって水を汲んでくるわけよ。途中でこぼしたりなんてこともあって、またやり直し。まるで水を運ぶためだけに生きてるみたいな女の子がいてさ。じれってえな。もっと合理的かつ建設的で抜本的な改善の手段が必要だ。What?Well, this but more big change, more better you do. You know a way? Sorry, I don't have idea. But maybe a way is be. So think sky, rainy days and always.But short cloud together, fantastic! What beautiful bird! And look, Zeus, this flower became a medicinal herb. I'm lucky. You think so?
キー。その時、何にも言えなくて、俺、ただ立ってるしかできなくてさ。うん、すごいんだよ。このクソガキども、人の店の前で飲むな。人聞きが悪いなぁ、もう。誰かに聞かれたら誤解されるじゃないっすか。僕らは未成年ですよ。二十歳になってから。そうですか。それは失礼いたしました。確かに行ってきたりとも飲んでおられるようにはお見受けできません。Yes, of course!じゃあ、とっとと、どこか行っちゃってくださいね。No problem! うーん、君たち、なーに悪いことしてるのかな。Naughty? Oh no! I'm a good young man, Betty! You blend in with our meeting? Nani nakama? Let's try together advance! The growth of world peace!ね